ジロー、よろぴこ。やるなら今、明日に向かって、プレイボー、よろぴこ。はい、始まりました。はい、始まりました、よしひこチャンネルです。なんかものすごく久しぶりじゃないですか。そうだね。なんか久しぶりあったら痩せてますよ。今、痩せて、また痩せた。あー、うん、またトレーニング中ですね。いや、そんなことないけど、うん、痩せたら少し。あ、そうですね。はい、映ってないんで、うん、人のこと言えない。はい。まあ、久々なんですけど、はい、カープ振り返らないと、やっぱり吉彦チャンネルとしてはですよ、うん、ね、で、まあ、頑張りましたね、カープ2023年、うん、カープ。まあ、菊池君もゴールデングラブ10回でストップしたし、はい、まあいろいろあるだな、ほんま。まあ、今年は2位でシーズンをね、うん、終えまして、うん、まあ、新井監督、新体制で、うん、どうだったですか、まあ、総合的に。まあ、あれよね、まあ、新井監督ってのは選手の気持ちがよく分かるっていうことがあるし、はい、ちょうど面白いのは見てて、選手が伸びてきて、うん、まあ、いろんなこうコロナとかそんなんで出たり出なかったりした怪我とかね。はい、でその中で選手が成長したってとこもあるし、監督も一緒に成長してるような感じやね。うん、だって初めてや、でコーチゲームやってないわけや。そうですね。だから最初はあのコーチの経験がないとかいろんなこと言われたやん。はい、全然それは気にならなかったね。まあ、限られたメンバーの中で本当全員野球で、吉岡さんによく言われてたんですけど、全員野球で本当によく頑張ったなっていうシーズンですよね。まあそうやね。うん、まあ、最後あの高校野球のつもりでやりますってちょっと言ったろ、はい、新井監督が言いましたね。まあ、あの気持ちでシーズンずっとやってたやろうね。はい、そういう面ではバッパラよね。まあ、途中岩田ジャパンでアジア選手権があり、うん、まあ、優勝して、でスカープからも小園選手と坂倉選手が出て、よう打ってたね。大活躍でしたよね。うん、よう打ってた。はいはい、もうあれ最初からやってくれたらね。なんかそう思ったけど、まあでも来年楽しみよね。来年楽しみですね。そういう面では、はい、うん、でも最初は小園選手さえ、どうなってるんやつって、え、失敗してましたよね。監督に嫌われた、うん、なんかあったっていう感じだったよね。そうですね。やっぱ調子悪かったんやろうね。うん、でそういう中でやっぱ途中からガンガン打ち出してね、楽しみだよね。そうですね。うん、外国人選手はどうだったですか。まあ外れてるね、ちょっとね。うん、あのマクブルームはねちょっと頑張ってくれたけどね。はいはいはい。2年間か。もう来年外国選手がいい選手が入ってくれるのはやっぱし神頼み。そうですね。まあ、正直言うと蓋開けなきゃ分かんないっていう状態やん。ですね。今どのチームもそうやね。まあまあ、外国人は。うん。だから前も言ったけど、メジャーリーグがやっぱし20から30に増えて、10チーム増えたおかげで、昔俺たちの時はライトルとギャレットとかいろんな選手が来たけど、やっぱ日本で活躍選手が多いよね。特にカープっていうのは、あのその前シェーンとかホプキンスとか、で昔 3A の選手とかメジャー行ったり来たり 3A の選手が来たよね。で今30チーム増えて10チームの分だけもうメジャーに全部上がってるわけよな。前も言ったけど、だから 3A っていうのはやっぱあんまりこう信用できないっていう感じかな。 3A で打っててもっていうとこがあるのかな。そういうことですよね。うん、だから昔の 3A と今の 3A はちょっと違うんじゃないかっていう感じ見えるよね。だから2チームしかないチームだから、もういい選手も上がれなかったっていうんで日本に来て活躍したとかね、そういうのがあったけど、まあどうだろう、本当日本の役に合う選手をこう見つけるのが大変なのかもしれない。うん、そうですよね。で、まあカープだけでなくプロ野球界でも大きなニュースって話題になった、うん、ね、吉井子さん一押しだった西川選手が FA を発表して、まあ、オリックス入団が決定しましたよね。うんうん、まあそれは早くから言われてたもんね。うん、多分オリックスじゃないかっていうのは。なあ、まあ本人もオリックスって言ってましたもんね。うん、去年もそうだったやろ。はいはい。こう1年間カープに残ってくれたっていう感謝の気持ちもあるのかな。うん、今日はね、今撮影してますけど、吉彦さんのね、
お友達の北海道の方々が4人来ていただいて、一人ですね、見つけたんですよ。何よ、秋山選手そっくりやなみたいな、みんな秋山選手に、ほら見てませんか、秋山選手に。さっき話してた、話してたら、もう秋山選手そっくりだなと思って。カープのな、カープの、うん、似てるね、似てる似てる、似てますよね、うん、後で写真突っ込んできますけど。似てる似てる、似てるねと思って。今シーズンお疲れ様でした。何言わすんや。あとは西川選手の人的保障、誰が来るかっていうのも話題になってるんですけど、うん、まあピッチャーとバッターどっちが欲しいですか。どっちやろ、まあ、ピッチャーが欲しいんじゃないかな。12月8日にはまた去年話題になったあの現役ドラフト。ああ、そうやね、はい、これはね楽しみやね。ですよね、うん、ただそれまで何じゃあるやったっすか。今話して人的保障ってあるやん、はい、前もあったやん、はい、あの丸選手の時、はい、長野選手を取ったはいいけど使わないで、はいはい、こうそのまんまなんで取ったかっていうのが分かんないクエスチョンつくぐらいだったやん、うんうん、はい、だからそれがないようにしたらないよね。人的保障を取ったけど、うん、ただこう取ったっていうんじゃなくて、今言ったようにピッチャーなのか野手なのかの使い勝手がいいのかって、まあいい選手はこうガチってガンされるけど ね。でもその中でもだから今出たあの現役ドラフト、はい、みたいのがあるわけや。そうですね、こ うまく取ってほしいなってあるよね。うん、はい、阪神は大竹選手当たりでしたよね。そうや、流れだけ水がかかったら本当変わったよね、うん、いやもう阪神のエースですよ。0勝やろそれまで大竹選手は、うん、カープに 6勝0敗よ。そうですね、ああいう選手欲しいですね、カープ。ああ、まあね、うん、それだけで全然違いますよ。そら10勝したら全然違うもん。違いますよ、12勝 ね、うん、そのうち6勝カープ。どういうことや。どういうことですか。わかんない。まあいいピッチャーよね。まあそうですね。でも本当にこう水が変わったら選手変われるっていうのが見えてきたよね。そうですね、うん、よう頑張りましたよ。頑張った吉井子さんがね、今年は絶対優勝って言って惜しかった、2位でしたもんね。一歩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 、来年こそは優勝。ファンってそれでいいんやって。まあ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 、確かにそうですけど、堂林くんもなんか元気になってますよね。そうね、なんかアメリカ行って、はいはい、なんか自分でなんか やってたね。まあバッティング良くなってるもんね。バッティング良くなってますよね、うん、なんかホームラン打ったりで、いつも言ってるけど背番号が見えなくなってきたしね。そうですね、うん、あれが背番号が見えてきたらまた、あ、元に戻ってきたなって感じあるけどね。あ、それが見えたらね。見えた、でも背番号は見えてないし、はい、綺麗な打ち方してるよね、うんうん、どうですか来年のカープに、まあ、期待するものって言いますか。期待するもの、はい、まあ、外国人がほとんどやめたろ。や、新しい外国人やろ、はい、期待するものね、うん、まあ、あと矢野くんとかさ、はつき、はい、くんとかさ、はいはい、若いやつが、うん、矢野くんはちょっともっと打ったらもう守備はもう天下一品やからね、はい、そうですね。で、はつきくんも足があるからね、はいはいはい、矢野くんも足早いからね、あれ、はいはい、あの選手はね、はいはい、その辺の若手が出てきてほしいと思うよね。まあ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 、そんな感じで来年もね、そうだね、カープ頑張ってほしいですね。まあ本当ね、うん、楽しみが増えたよね。そうですね、うん、だって阪神あれだけ悪かったのに優勝よ。ですよ、日本一ですよ。考えたらさ、はい、ピッチャーオリックスよりよくね。うん、びっくりしたもん。そうですよね、うん、確かにそうでしたよ、うん、優勝するときはやっぱりそうなるんですよ。あれよ、あれ、あれですね、あれですよ、あれですか、広島は来年あれですよ。あれですね、あれこれあれこれ、それで行ってきましょう。多分ね、岡田監督がね、はい、思い浮かばないであれって言ったと思う。言葉が、なるほど、優勝っていう言葉が忘れて優勝忘れますかね。あれですよ、あれ、あれ、ね、いや、岡とほら、一個違いやからね。ですね、だからそうは言っても、はいはい、もうでも、本当に大賞取ったしさ。そうですね、3年連続野球よ。そうですよね、すごい。そろそろ来るんじゃないですか、カープ。ヨロピコ、ヨロピコ狙ってますからね、完全に。何をヨロピコだ。もうヨロピコよろしく、まあ、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました、チャンネル登録といいねとコメントをよろしくお願いします。それではゲームセット、次回もヨロピコ。